気楽で。はい、大変お待たせいたしました。それでは基調講演をニックさんからお話しいただきます。映らない、少々お待ちください。接続がいかないですかね。あ、来た気がします。はい、お待たせいたしました。それでは基調講演ニックさんからのお話を始めさせていただきます。よろしくお願いします。こんにちは、ありがとうございます。あ、皆さんこんにちは。あのアメリカのメイン州で始まったシビックテックブリゲードオープンメインのニック・カフマンと申します。今日はあのびっくりするほど大人数が集まって、日本のシビックテックエコシステムはすごいなと思いました。まず大西さんと他の Code for Japan のチームメンバーの全員のおかげでこのサミットに参加することになって、心からあの感謝したいと思います。では簡単な自己紹介をします。あのなぜか日本語がしゃべるかというと、大学の頃は留学したことがあります。3年生の時はあの東京で1年間留学してから、あの卒業したらまた1年間くらい住んで、でも今回は実は8年ぶりに日本に帰ってなんか感動します。あの前回は2011年の東北大震災の後に行ったイベント TEDx 東北の翻訳チームのボランティアとして参加しました。この8年に日本語のレベルが少し非常に弱くなって、もし細かい話は難しいので時々英語を使ってしまうことは申し訳ございません。発表はなるべく簡単な言葉で伝おうとしますけど、あの分かりにくいことがあればあの後でもぜひ何でも聞いてください。私は5年間シビックテックの活動に関わっていますが、あの実はエンジニアではなくてもともと社会学と都市デザインの勉強したことをきっかけにシビックテックは興味になりました。オープンメインのボランティア活動以外、フリーランスコンサルトやイベントの開催、執筆などの仕事をやってます。今日の発表でオープンメインのハカソンイベントを中心にして一般市民と専門家やエンジニアとの協力を高めるコラボレーションスペースの作り方について考えてみたいと思います。今回のサミットはのテーマは Spark Joy ですね。まず皆さんはあのどんなイベントが Spark Joy しますか？どんなイベントにときめきを感じますか？私はこのメイン州で行った都市計画のコンフレンスイベントが最も印象的なイベントで、あの魅力的なのはこのイベント会場の外でリサイクル材料の場作りが行いました。イベントに参加した都市計画の専門家が町の市民と一緒にこんな場所を作って交流ができることがすごいなと思って、シビックテックイベントもこんなことをやってみたかったんです。ではオープンメインのハカソンの作り方についてちょっと発表します。オープンメインは毎年1回2回ぐらいハカソンを行うけど、前のハカソンと今のハカソンは結構違う感じで、その違いについて説明します。要するにすみません。そうですね。要するに、
そう、オープンメインの博士の作り方について発表します。オープンメインは毎年1回2回くらい博士を行うけど、前と今の博士の違いについて説明します。要するに今のイベントは本当にハカソンではなくフェスティバルの雰囲気を目指しています。イベントの比較をする前に少しオープンメインの歴史について話します。オープンメインは2012年に Code for America の初期のブリゲード Code for Maine として始まりました。今リーダーシップチームは5人で代表は2人います。アクティブメンバーはおそらく15人から25人に過ぎないです。結構小さなグループで、地元の IT 会社が食事と会場のサポートで、地元の自治体と NPO との連携もあります。今はメイン州の2つの町で毎年のイベントが開催されています。これからオープンメインのメンバーが始めたプロジェクト、いくつ紹介します。まずこれはハードウェア系のプロジェクト、サイドワークバトラーという吸い殻をリサイクルするためのゴミ箱です。メイン州のポートランド市の喫茶店のオーナーさんがこれを発明しました。2013年のオープンメインハカソンにそのプロトタイプを持ってきてだんだん改善して今はスタートアップ企業として販売しています。次はメイン州のポートランド市の予算でのデータベース化のプロジェクトです。市役所は普通の予算を読みにくい PDF ファイルでウェブサイトに載せるので、そのチームメンバーがもっと使いやすいものを作りたかったんです。ウェブサイトは他のマサチューセッツ州にあるシビックテック団体のプロジェクトからフォークされています。しかしデータを記入することが非常に時間かかったせいで今の状況はメンテインされていないと思います。次は投票についてのプロジェクトは2つあります。まず投票寄付金データを集めるプロジェクト、そして投票ガイドのウェブサイトというプロジェクトもあります。最後は自分が参加しているプロジェクトで、とてもメイン州らしい問題、報道の除雪に関するプロジェクトです。ポートランド市の歩道は赤レンガなので雪が降ると非常に滑りやすいです。今除雪がすごく問題になっています。今はリサーチフェーズで市民にインタビューをさせてもらったり、ソーシャルメディアキャンペーンとかどういうことを作ればいいかについて考え中です。そしてこれは自分にとってオープンメインの第3チャレンジです。まず3大チャレンジですね。まずメイン州は田舎の地方なので人数が少ない。ポートランド市はおそらくそのポートランド市の人口は多分6万人に過ぎないです。そのため巻いたプロトタイプのようなプロジェクトはたくさんありますけど、長期的なプロジェクトは少なく、結局インパクトはまだ出していないです。そしてメイン州のテックのエコシステムも小さいため、仕事するためにメンバーが地元を離れてしまうことがよくあります。そして最後3つ目は今日の話で特に興味深い問題、エンジニアと非エンジニアの興味領域が違うことです。例えばミートアップでテックスタックについての話があまり多かったら、一般市民のメンバーが興味がないとか、テックについて何もしなくて市民の問題についての話だけだとエンジニアがつまらないという可能性もありますので、そのバランスの仕方が難しい問題です。といってもそもそも一般市民が参加していないシビックテックがインパクトを出せるのでしょうか。
これは Code for America のモットーなの。Real change only happens when ordinary people get involved. ですから私はハカソンなどで専門家ではなく一般市民の参加を増やす方法について考えています。ではハカソンの話に入って、これからオープンメインのハカソン2つ簡単な比較をしたいと思います。これは2016年で開催したイベント「ハクザーバス」というオープンデータを活用するためのハカソンでした。会場は地元の図書館でした。ほとんどの参加者はエンジニアか自治体の人でした。みんな朝に集まって参加者が専門家のオープンデータの使い方についての発表を聞いてから2つのチームに分けました。これがそのプロトタイプなんです。左目はですね、バスの現在地を LED で表示する地図です。右はバスの到着時刻をスピーカーで知らせるシステムです。残念なことに一般市民の参加者はなかったんです。そして考えさせられた話があります。普段バスを使える市民もチームに入ればいいなと思ってハクザバスのイベントのポスターをバス停の外に貼りましたが、多分誰もイベントの名前か説明を理解できませんでした。ハクザバスってどういう意味なんだろうって思いさせてしまうだろうと思いました。それで仕方なくそのチームメンバーがプロトタイプを試すためにパソコンを持ってバス停に行って待ってる人に話しかけようとしたら、ある人がハクザバスのハクという言葉を怖がって、あなたたち誰みたいなみたいチームメンバーが怪しい人だと思われて、結局その人がバス停から逃げてしまいました。この恥ずかしい出来事でハックという言葉はあえてシビックテックで使わない方がいいだと思いました。それから今のハカソンという言葉も一切使わないです。オープンメインはでは翌年のイベントです。シビックデザインフェストというイベントを開催しました。シビックデザインフェストはハカソンに祭りの雰囲気を掛け合わせたイベントでした。プロジェクトはテックでもノンテックでも OK です。前のハカソンとは違い、地元の NPO からプロジェクトの提案をもらい、オープンメインはサポートとして人材の配置やプロジェクトの調整をしました。会場としては町の中心にある3つの場所を使いました。それはコワークスペースで、図書館、そして公園で、参加者のプロジェクトについてのサイドです。一つ目は、結局はプロジェクト8チームぐらいありましたけど、これは3つの例です。一つ目は市民が地図に自分の考えを描くという地元の NPO が始めた町づくり調査です。二つ目は子どもたちが楽しめる公園のピアノ階段です。三つ目は若者のアートコミュニティを支えるモバイルアプリのワイヤーフレームです。これは会場ですね。チームの雰囲気がとてもよく、さまざまなタイプの人がアイディアを交換していました。イベントの最後にはピザパーティーを行い、そこでチームメンバーが進捗の発表をしました。これは2つのイベントの比較表です。参加人数とかプロジェクト数、あとテーマ、そして発表の説明、そしてチーム募集方法。シビックデザインフェスの方は一般の広告じゃなくて直接
NPO の人たちとか一般市民と話し合って、あのそのチームの代表をあの募集することでした。次はこれはイベントの目的の違いを示すスライドです。もしテクノロジーをの活用が目的なら、その白座バスというイベントは成功だと思います。しかし人々の協力を高めるのであれば、シビックデザインフェストのようなイベントの方がはるかにいいです。そして最後に、私はシビックテクノロジストの最も重要な役割は人々の協力を高めることだと思います。シビックテクの発展のためにはもちろん技術的な知識が必要です。しかし一般市民のコミュニティノレッジも同じくらい重要です。シビックテクブリゲードがこのような協力を高める機会を作るのは、テックとコミュニティノレッジの共存のスペースを作るためです。専門家も一般市民もシビックテックのイベントに参加すると新しい技術を知ることができます。これを実現するのがシビックテクノロジストの特別なスキルです。私はオープンメインに一般市民を増やしたいわけでも、専門家を増やしたいでもわけでもありません。実は私はオープンメインの活動を通じてみんなをシビックテクノロジストにしたいです。では以上です。ぜひ何でも聞いてください。質問とか。熊本コネクションプロジェクトの陣森と申します。お話ありがとうございました。一つお聞きしたいんですけれども、実際にそのシビックテック関連のプロジェクトやプロダクトが、まあ、リリースされて、まあ、EXIT されていくと思うんですけれど、それにあたってそのクライアント側とこういう条項は絶対結ばないようにしているとか、いわゆる社会技術の観点で特に契約の観点で気をつけていることとあれば、この場で共有をお願いできればと思ってます。オープンメインは5年前から始まったブリゲードですけど、実際クライアントの真面目なプロジェクトをすることがあまり少なく、今までは大体自治体ではなく NPO 法人とのコラボレーションのプロジェクトで、それは本当に今から最近メイン中のポートランド市がなんか自治体がいじめ者向きのスタッフを募集したので、そのクライアント真面目な協力は本当にこれからという感じで、多分来年とかオフィシャルな
町とエフィシャルなパートナーシップを作って、なんとかの長期的なプロジェクトを作るようとる。今まではそのプロジェクトの目的は、そのメンバーを、メンバーの人数を増やすためとか、みんなアイデアを出して、コミュニティ作りの方が、今までの目的でした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではですね、ちょっと時間の都合もありますので、今日はニックさんは今日明日おられますか？はい、今日2日間、はい、いられそうなので、何か質問がある方はぜひ、ニックさんを見かけて質問を投げかけてみてください。はい、それではニックさんどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、さあ次はじゃあ この次はですね、パネルトークに入りたいと思います。上にね表示されてるかな、なんかもやっとしてる。あ、大丈夫ですか？はい、ちょっと待ってくださいね。はい、よいしょよいしょよいしょ、オープニング、はい、はい、おっと、いっちゃいますよ。はい、パネル、はい、パネル、じゃあパネルで参加いただけるのはこちら、はい、こちら、はい、はい、関さん、まず Code for Japan から関さんに来ていただきます。よろしくお願いします。はい、座ってください。はい、で次がニックさんですね。ニックさんもまたもう一度ご登壇ください。はい、で次が来年の Code for のサミットの愛知の蛭田さん、よろしくお願いします。はい、そして最後に今年度のサミットの白澤さん、よろしくお願いします。はい、あれ全員揃いましたか？はい、それではパネルトークをよろしくお願いします。マイク皆さんお手元にありますか？はい、ちょっとじゃあ後ろ行きましょう。後ろ行きましょう。はい、この後ろ行きましょう。はい、では、皆さんお待たせしました。よろしくお願いします。まず、もう皆さんあれですもんね、最初に自己紹介をしてますから、質問の方に行きたいと思いますけれども、これってスライドは特にあるんだっけ？ごめんなさい、はい、まず、私から質問なんですけれども、まずやっぱこうその最初はいろいろその課題解決のそのテクノロジーの、ことをいろいろやろうとしたけど、途中からやっぱりこう参加者を集めるのがすごい大変で、で、まあ、そのフェスティバルみたいなものに、変えていったということですけれども、その中で実際にその技術をやりたい人たちっていうのは逆にこうモチベーションを失ったりとか、そういったことはなかったですか？そうですね、それは最近自分のメンバーたちはよく笑いになってます。エンジニアさんは、まあ、メイン州は小さいので、テックのミートアップも少なくて、最初の3年間は実は自分のミートアップではなくて他の一般のテックミートアップと一緒に入ってたんです。その時はその技術的の発表とか他のミートアップのイベントもいっぱいありましたので、そのようなエンジニアさんたちはいっぱい
やることがありましたけど、その3年間の後でグループのサイズが人数が増やすと自分だけのミートアップを作って、でも自分のミートアップ作ったらその一般のテックミートアップのと混ぜることがなくなるため、なるほど、多分その技術的な発表とか少なくなって、うん、今はちょっとそれも困る、今結構その問題というか、うん、チャレンジとしてそれをどうやってそのまたエンジニアの人たちと一緒にやっていくかっていうのが課題になっている、ね、はい、ありがとうございます。お二人から何かこう聞いて、まず感想みたいなことがあればお伺いしたいんですけども、はい、その前に皆さん聞こえてます？大丈夫ですか？マイクの音量大丈夫ですか？大丈夫そう？ちょっと上げてほしい、ちょっとマイクの音量を上げてほしいってことですね。じゃあちょっと待ちましょう。はい、ニックさんね、じゃあ この間ちょっとバツナギ的に8年ぶりの日本なんですよ。おかえりなさい、はい、そうです、ありがとうございます。おかえりなさいニック、おかえりニック、いい感じいいですかね、大丈夫かな。じゃあ質問というか感想というかみたいになるんですけど、まあ、今日こういったコード4の活動、シビックテックの活動ってなると、やっぱりテック界隈、エンジニア界隈って男性がすごく多いそうです ですね。日本だと、まあ、会場今日は結構女性の方も多いんで、うん、なかなか珍しいなと僕は思っちゃうんですけど、うん、ニックさんのところでも男女の比率とかっていうのはどんなもんなんですかね。またその女性の比率を、まあ、コードフォーアメリカだとジェニファーさんが女性の方がそうなので、その前言った一般のテックミードと一緒に入った時は男性がすごく多かったけど、自分のミート作った後女性の人数も少し増やって、今の代表が2人います。僕と他の代表は女性で、まあ、一緒にその 50-50 の感じを目指してますけど、まだです。あとメイン州も老人が一番多い州と言われていますので、その若者たちの人数も増やす目的もあります。なるほど。例えば学生さんが特に、はい、少なくて、だいたいリタイアの人たちがグループのほとんどのメンバーと。なるほど。そういった女性、まあ、代表に女性を据えるとか、若者をどん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 増やすために、地元の大学とかっていうのを、うん、大学生とか高校生とかを巻き込んでいるっていうようなところなんですかね、うん、そういう中で一番みんなが集まりやすいとか興味関心を引きやすい、まあ、ミートアップみたいなやつって何かあったりしました？うん、そう、まあ、普通は自分の会場でミートアップを行うんですけど、他のアメリカのブリゲードの方法ですけど、自分の会場だけじゃなくて大学の中の大学でミートアップを行うとか、まあ、その人の場所に行って活動を行うことが。なるほどなるほど。自分の場所に来てくださいよってばっかりじゃなくて、ね、自分たちからまず外に出て行って、うん、そういったつながりをどん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 自分たち外に出て行って、自分たちの活動を相手側の場所でやる、うん、そういうふうにして、いろんな人を巻き込んでいるっていうようなことをやられてるってことです。なるほど、いいですね、素敵ですね、うん、じゃあ白澤さん。私はシビックテック全千葉はどちらかというと、一般の市民というか、他にお仕事を民間の会社とか学生さんだったらお勉強をしていたりとかする方が集まって、多くの方は活動をしているんですけれども、ひるたさんとかはお役所でお仕事をされてて、活動もされててっていうような形なんですよ。で、私個人の感覚としては、Code for Japan の活動で、
日本で活動している方は行政の方も半数ぐらいいらっしゃって、うん、で民間の方も半数ぐらいいらっしゃるなっていうふうに思ってるんですね。なので、うん、シビックテック全千葉は、どちらかというと行政の方って少ないのかなというふうに感じています。で、オープンメインさんとかは行政の方が入られたりとかっていうのはしていらっしゃいますか？うん、そう、初めては行政は自分の活動について何も知らなかったんです。時々なんか行政の行政に発表とかしましたが、結局なんとなく行政は自分の活動についてよく理解できませんでした。でも最近そのイノベーションのスタッフが行政の中で増えてきて、今の場合は2人ぐらいがあって、1人は私立の人でイノベーションディレクターの人が来てて、あとアメリカの政府の仕事をやってるDepartment of the Interior の仕事をやってるUX デザイナーさんもいらっしゃって、そうですね、はい、なるほど。例えばなんですけれども、市民のもっと何ですかね、一般的な市役所のお仕事をされてらっしゃる方が入ってくるとかっていうこともあるんですか？イノベーションディレクターさんとかって割とこう近い感じかなっていうふうに思ったんですけど、もっと全然違う分野の行政の方とかもコードフォーアメリカとかって参加されてらっしゃったりとかしますか？例えばライブラリーの人たちも入って、あと、一番珍しいといえば魚を取る人も入って、養殖のプロジェクトをやってる人が養殖の魚養殖のデータを集めるプロジェクトもありましたので、結構いろいろな分野の人、メイン市は交換でエンバイロメントの仕事が多いから、シティズンサイエンスとか、ありがとうございます。はい、じゃあ私の方からどうぞ。コードフォーアメリカと、ミゲル・ハンティングの関係があるんですけど、そのコードフォーメインとかで書いてもらったら見て、コードフォーアメリカの存在っていうのはどのようなパフォーマンスをしてくれるんですか？そうですね、始まったときはリードは少なかったので、コードフォーアメリカは直接お金を出したり、いろんな意見をあげたけど、リードの数が増えてきたらそれはもうできなくて、特にコミュニティ作りの活動をやって、今日みたいなサミットとか行って、今毎年1回サミットを行い、あとコングレスというイベントタイプもあって、サミットの方は多分ガブテック会社向きのイベントで、コングレスの方はブリゲードの人たちだけのイベントで、全然違う雰囲気です。そうなんですね。そのコングレスのイベント、そう、コングレスのイベントで、はい、ブリゲードとブリゲードのとの協力のイベントで、なんか毎回違う町で行って、ブリゲードの自分の町で、はいはい、そう、見る機会としてすごい楽しいイベントです。なるほど、なるほど、ありがとうございます。お二人にお伺いしたいんですけど、やっぱ参加者をどう増やしていくかっていうのは、多分
お互いいろいろ苦労しているところもあると思うんですけども、まあ、プレゼンテーションを聞いてなんかこういうことやってみたいなみたいなその未来の、ね、アイデアみたいなものがもしあればぜひお伺いしたいです。そうですね、千葉は、コード4の団体と、まあ、いろんな団体が集まっているんですけども、おのおのいろんな活動はしています。ですけどそういう意味で言うと、いろんな年齢層にアプローチをするようなイベントっていうのは特にやっていた、いなかったかなと思うので、そこはちょっと意識してこう多世代でが関われるっていうのはこれから考えていきたいなとは思いました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、コードフォーアイチに関してもいろいろと活動をしている中で年齢層は幅広いんですね。シニア層も来てくださっているし大学生も絡んでくれる。でそこの年齢層はいいんですけど、やっぱり先ほど一番最初に質問したように女性の参加者というか乗員がすごく少ないので、まあ、プレゼンの中というかさっきの答えの話になっちゃうんですけど、やっぱり代表男2人代表に据えてるんですけど、まあ、もうちょっとそこにメインの人として役職というと言い方がちょっと強いかもしれないんですけど、もっともっとジョインしてくれるような女性の方をリーダーとして据えて、まあ、一つそういったある種分科会のような形で、女性の社会課題であるだとか男性の社会課題でとかっていう、まあ、ジェンダー的に分けるのかどうかっていうのはあれなんですけど、もっともっと来やすいような環境づくりだとか、やっぱりトップにいるっていうことはすごく重要なんだなっていうのはお話伺ってて思ったので、まあ、未来に向けてこれから男女共同参画とかもやっていく中で、男性も女性も生き生きと生きていく中で、男性でばっかりっていうようなことは打破していきたいなっていうのは感じたので、そういった、据えていきたいなとは思ってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっともし会場から質問があれば、あと3分ぐらいなんで1問か2問お受けできるかなと思うんですけど、いかがでしょうか。あ、じゃあそちらちょっとこちらに来てマイク使っていただくのがいいのかな。はい、ちょっとこちら出てきていただいて質問していただいてもいいですか。あ、みんなのマイマップっていう Facebook のグループ管理している山田と申します。実は私子供が小学4年生で、さっき多くの世代のっておっしゃってたんですけども、子供が参加できるようなスクラッチのなんか体験イベントとか、今日実は子供を誘ったんですけど、そういう体験がなさそうだったんであんまり興味示さなかったんでそういうイベントとかを開催される予定はないでしょうか。じゃあこちらもファンカッターです。はい、そうです。コードフォーアイチでいうとコーダー道場さんとかああいったところと連携しながら、キッズプログラミングの勉強会であるだとかっていうのを今開催している、まあ、一緒になって共催している部分でもあるので、2020年教育要項が変更されてプログラミングは必修化なるので、子どもだけじゃなくて例えばその親であるとか一緒に親子が一緒になって学べるような場っていうのはこれからもどん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 作っていきたいなっていうふうには考えてます。でただそれはコード4だけでやるんじゃなくて、もうすでにあるコーダー道場さんであるだとか他のブリゲードとかもしくは大学生だとか教育学部の学生とかと一緒になって手を組みながら地域を盛り上げていければいいなと思っているので、そういったことはどんどんやっていきたいと思います。はい、はい、前言った一般のテックミートアップが大体同じメンバーが入っていますので、そのミートアップは小学生向きのプログラミングクラスを始め開催して、メインキッズコードというプロジェクトを始めて、今は 2年間をやってます。同じようにスクラッチとかグリッチも使ってユニティもなんかゲーム作りとかの授業があります。これからなんかシビックテックのレッスンとかも作ってみましょうかという話がありますので、ましたから、まあ、これからそういうふうな若者たち向きのシビックテック授業を作りたいです。は
はい、シビックテク全千葉は、今回のコードフォージャパンサミット千葉では、デイ2になるんですけれども明日、一応プログラミングのスペースを初めてなんですがご用意をさせていただきました。であとですね、まあ、教育関係エドテックにちょっと力を入れて明日は、1日いろいろなイベントを開催させていただこうと思ってます。とスポンサーに、なられていらっしゃる企業さんも、例えばなんですけどプログラミングということだけではなくて、ロボットとか IoT で、子どもたちですとか、まあ多世代の方に、気軽に触れてもらおうというようなソリューションを出していらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思いますので、多分コード4はそういった形で緩やかに連携をこれからも取っていくんじゃないかなというふうに思っております。では明日はぜひお子さん連れてきていただければと、はい、実際各地のコミュニティ結構プログラミング教室やってるところもあるので、はい、コーダー道場の、はい、あります。ぜひありがとうございます。はい、というわけで時間になりましたので、終わりたいと思います。皆さんぜひ後で直接いろんな質問していただければと思います。お三方どうもありがとうございました。はい、パネルトークの皆さんありがとうございました。ニックさんのおっしゃるまさにソーシャルテクノロジストを代表する方々のお話が聞けて何よりです。本当に今日明日のセッションでも、いろんな地域のいろんな取り組みが聞けると思いますのでぜひ行ってみてください。はい、同じく日本だけではなくてですね、コード4オールということでいろんなところから参加をしています。紹介していただけますか。いいですか。はい、じゃあ大西さんです。はい、こんにちは。今日はですね、海外からたくさんのゲストが、リサさん、ガブガブ叩きですか。海外からたくさんのゲストの方々が手伝っています。少しじゃあ自己紹介してもらってもいいですか。Hello, my name is Mohit. I'm from St. Louis, Missouri. And I'm part of Open St. Louis. So that's my brigade name.Konnichiwa. I'm going to try in Japanese first. Watashi name wa Cyrus desu. I'm from United States also. I work for the US Digital Service and I'm a leader of Code for DC. Nice to meet you all.不好意思，台湾的朋友可以大家上台一下吗？谢谢。皆さんこんにちは。私たちは台湾ガブゼロから来ました。よろしくお願いします。今回はもう2年目になりますん で去年台湾もサミットで UD トークを投入しました。本当にお互いに違う地域とかのなんかお互いに学び合っていいところを取って、これからも関係を深めていきたいなと思います。よろしくお願いします。すいません、もうちょっとこれ台湾からのお土産なんですが、そのカウンター、フロントのところに置いていきますので、もしよろしかったらここお召し上がってください。はい、はじめまして。私の名前はオヒョンで、韓国で来たけど今は新潟で住んでいます。 So, my work is for building a social enterprise based on design and technology in Korea and for democracy also. And thank you for inviting. Yeah, thank you very much.以上ですね。はい、ありがとうございました。はい、続きましてザクザクいきますよ。パートナー企業の皆様からのライトニングトークを、行ってみたいと思います。まず最初は、ワコム様、いらっしゃいますでしょうか。いらっしゃいますよ。お願いします。はい、
こちらで、はい、よろしくお願いします。こんにちは、ワコムの日森と言います。今日はですね、皆様にお知らせを一つ、持ってまいりました。まず最初にワコムというあの会社は皆さんご存知ですか？ペンタブレットの会社でして、デザイナーさんですとかクリエーターさんが PC を使って、創作活動をするときに使う、道具になります。で、まあ、ハードウェアの、一見会社なんですけれども、最近はソフトウェアにも力を、入れておりまして、それに関連したお知らせになります。ワコムはですね、ソフトウェアで、最近力を入れているのがデジタルインクというものなんですね。でこれはペンを使ってタブレットにこうカキカキして残るこう、筆跡を、まあ、ワコムではデジタルインクというふうに言っていまして、でこれのですね、ハッカソン、インクプラスハッカソンでインカソンというものをワコムは、2016年から、何度か開催を、しております。で今日はそのお知らせになります。でこのインカソンというのは2016年から世界各地でたびたび開催をしてきまして、東京でもですね2年前に開催したことがございます。で、ワコムはですね、これの、まあ、インカソンの中でも教育に、特化したインカソンを、開催、をすることにいたしました。で皆さんいろいろな社会課題に向き合われているかと思うんですが、教育というものも一つの、まあ、大事な課題の一つなんではないかなというふうに思います。でワコムはですね、その手書き そのカキカキした残るその筆跡を、デジタルインクというふうに言っているんですが、このデジタルインクは本当にうまく使えば、教育に非常にプラスの部分があるのではないかなと思いまして、で、まあ、皆様 のアイデアをですね、ここに役立てていただきたいなというふうに考えています。で、そのインカソンの中で、使っていただきたい、SDK がワコムが開発した WIL という SDK です。ワコムインクレイヤーランゲージ、これがですねかなり面白い特徴を持っていまして、 Android や iOS、Windows これらの壁を、乗り越えて、それぞれですね互換性を持つソフトでして、プラスですね、一番大きな特徴がメタデータを、格納することができる。例えば筆圧ですとか、どれだけのスピードで書いたかですとか、あと何時何分、どの地点で、どのペンによって書かれたか、そういうようなメタデータが、付属することができます。あとは、まあ、VR、AR のところでも、使うことができるのがこの特徴です。で、実はこのハッカソン、オンラインハッカソンのですね、ちょっとスタイルを取らせていただいておりまして、もうすでにウェブ上で、の登録は開始をしております。でウェブを通して、お申し込みをいただいて、で、いろいろなコンテンツまたはプロトタイプなどをちょっと、まあ、投稿していただくような形になるんですが、それがですね10月15日がそれの締め切り、少し日にちは厳しいんですけれども、ぜひ皆様の中から、こちらにお申し込みいただける方々を、いらっしゃればなというふうに思っております。で、11月4日にその優秀な、お申し込みの中から、我々の方で、5チームから10チームを選定しまして、日本最大のテックイベントエドベーションサミットでプレゼンテーションを行い、そこで優秀なチームを決めていきたいなと、優秀なチームにはこちらにご覧のような賞金もご用意をしております。はい、こちらのウェブから申し込んでください。時間がないようなので伝わっていきます。11月4日はエドベーションサミットというところ、エドテックカンファレンスの最大のイベントがあるんですが、そこのところでですね決勝戦のプレゼンを行っていただきます。でこれに参加いただきますと、いろんな形で広く皆さん、来ていただいた方にも見ていただくというふうに思っております。はい、ぜひ皆様からの、良いアイデアを通して、で教育にイノベーションを起こして、いただける方を募集しております。ぜひ、ご参加ご登録いただければなと思います。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、続きましては、こちらでよろしいですね。はい、
はい、ウェルモ様から、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。ウェルモの角井です。ウェルモでは STO ソーシャルテクノロジーオフィサーという役割をやっています。で、 STO 自体コードフォージャパンさんが継承したものであり、民間初の STO ではないかと勝手に一人で、まあ、ドキドキしているんですが、頑張っていこうと思っていますので、よろしくお願いします。で、ウェルモ自体は当たり前の幸せを全ての一人というビジョンを持っています。で、そこに対して高齢化の問題と少子化問題という2つに取り組んでいます。で、本日は高齢化の問題に関してフォーカスします。で、高齢化問題では2つの課題があります。で、1つは ICT 化が遅れているため、アナログ情報、紙媒体などのアナログ情報があふれていることです。そのため情報を集めたりとか比較することが困難です。で、2つ目は高齢化支援には幅広い知識が求められます。医療だったり福祉、リハビリなどの幅広い知識が求められます。そのため私たちは、まあ、介護に関わる全ての人が必要な時に必要な情報だったり知識を提供できることを目指しています。で、そこに向けて私たちが行政だったり地域、テクノロジーとどう向き合っているかについて説明します。で、まず行政なんですけれども、今月頭にも福岡市さんと私たちのプロダクトの実証実験を行わせていただいたんですけれども、その実証実験のデータだったりとか経験をもとに、いかに介護保険制度を持続可能にしていくかというところに関して取り組んでいます。また AI や IoT などの先端技術を用いて業務効率化を図って人手不足の解消を目指しています。で、次、地域との関わりなんですけれども、介護情報などの、地域資源をデータベース化することによって、それを地域の皆様に見える化することを促進しています。で、最後にテクノロジーとの関わりなんですけれども、一つ目は、まあ、紙媒体だったりとかあふれたアナログ情報をいかにデジタル化するために、一つのデータベースを構築するかに関して頑張っています。で、もう一つは説明可能な AI ということで、まあ、根拠を説明できて、だからこそ知識として利用できるような説明可能な AI という人工知能技術に関して取り組んでいます。で、実際のプロダクトに関しましては、5号館のブースにて、説明するので、ぜひ興味があればお越しください。で、実際このような問題に向けて皆様のお力添えが必要ですですので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ウェルモ様でした。はい、続きまして、3社目は、ジオリパブリックジャパンから、渡辺様、はい、よろしくお願いいたします。はい、では3分 LT トークを行います。私が消防士からプロジェクトマネージャーになった理由ということで、ジオリパブリックジャパンの渡辺レオです。私はですね、18まで漫画家目指してまして、これ私が去年描いた、絵になります。で、私昨年まで消防職員、東京消防庁でやってました。で、これ消防小隊長時代の私と、うどん食べてる私です。うどんは全然関係ないんです。で、これボクシング40戦ぐらいこうやっていてですね、これ今世界チャンピオンになった村田君とこうボクシングやってる私です。で、そんなこんなで、ボクシング引退した後にプログラミングを本格的に学んで、ハッカソンとかにこう出場して、受賞だとかをしたわけです。で、昨年アジアオープンデータハッカソンに、受賞した時に関さんと初めて話をして、でそこでですね、コードフォーオールっていうのがなんかあるということで、ブカレストまで、行ってきたわけですね。で、そこでですね、いろんな人たちに話聞かれるわけです。なんでお前はここにいるんだと、なんでプログラミングやったのと。で、私答えたんですよ。あなたたちと一緒ですよと。要は私も、行政の、ところを市民側で自分からアプローチして変えていきたいっていう志同じにしてますよというふうにお話ししたわけですね。
でそうするとあの関さんの方からうちの会社にじゃあ来てよというわけで転職しました。それがあの今日話すジオリパブリックジャパンですね。ジオリパブリックジャパンは、国際色豊かなところで、自由な気風にあふれて、公用語が英語の、半分外国人の方がいるところです。で絶賛あの今フロントエンジニア募集してますんで、よろしくお願いします。ブースがそこの5号館でやってますんで、はい。で私は今ですねマイシーレポート4シーズンっていうののプロジェクトマネージャーっていうのをやってます。でジオリパブリックの製品いろいろあるんですけど、今日はあのそのマイシーレポートっていうのをご説明したいと思います。これあのマイシーレポートで、検索してダウンロードをぜひしてみてください。で今千葉市に9月2日から本格運用されてまして、要は市民と行政が、共通して課題を解決していこうというコラボレーションツールになります。マイシーレポートには他にも道路検出サービスとかがあります。でですね、千葉市の台風あったと思うんですけど、こちらの時にですね熊谷市長の方もマイシーレポートをこう使って課題解決していこうというふうに呼びかけて、市民が協力して課題解決に当たったわけです。これ下の方があの市民がその時、投稿したものになります。東京都の方もこれ採択されて今、取り組んでいるところです。というところでですね、今非常にジオリパブリックジャパン忙しくて、フロントエンジニア絶賛大募集中です。ジオリパブリックのブース開いてますんでどうぞ来てください。あとマイシーレポートダウンロードよろしくお願いします。以上です。はい、渡辺さんどうもありがとうございました。はい、以上今日は3社の、ライトニングトークをお届けしました。ライトニングトーク出ていただいたパートナー企業の皆様はそちらのダンススタジオ向こうの5号館でいろいろな展示をしていますので、ぜひ立ち寄ってみてください。はい、続きましてこちら神田外語大学の言語メディア教育研究センターより石井様からご紹介をいただきます。石井さんよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは、ようこそ本学をお越しいただきました、神田外語大学の石井と申します。なかなかちょっとイベントをやるような感じのスペースじゃないところに皆さん入っていただいて雰囲気が違うと思うんですが、まあ、逆にこれもお楽しみいただければなと思います。私ちょっとスライド本当は大学のスライド見せようと思ったんですけど、他のところで私の Mac 使っちゃってて今持ってこれないのですいません、手ぶらできました。で本学ですね、言葉は世界をつなぐ平和の礎というのが見学の理念になってます。で言葉とコミュニケーションを生かして、平和な社会を作っていこうというなんか呼び出しが来てますが、ということになりますが、そこにテクノロジーと皆さん方のいろんなコラボレーションが加わるともっとより良い世界になるかなと思っております。ちょっと至らない点たくさんあると思いますが、ぜひ2日間お楽しみいただいて、わからないことあればですね、この黄色い腕章をしている人は相当レアキャラなんで見つけづらいと思いますが、うちの学生スタッフがいます。場所がわからないことに関してはこの黄色い腕章をつけているスタッフにお問い合わせいただければと思います。で、ちょっとだけ補足です。こちらメイン会場食人というエリアです。食人というエリアで5号館って言われているのは、この私の右手にあるダンススクエアの裏にある、すぐ近くですけど、こちら5号館これミレニアムハウスとも言います。5号館という方がいたりミレニアムハウスという方がいたりごっちゃになってますので、5号館とミレニアムハウスは同じ場所だと思ってください。それから、私の正面ですね、向かい側のガラス戸のところに黄色っぽいクリーム色っぽい建物、こちらが8号館になります。こちらもクイス8 という名前がついてますが、クイス8と8号館は同一のものですので8号館はそちらになります。で、最後私からこの後お弁当 PTX でお弁当チケット買われた方のみお弁当配布ありますので絶対にパクらないでください。数きっかりしか用意してませんので、パクったら私地の果てまで追いかけますのでくれぐれもパクらないようにして2日間平和に過ごせればと思います。ではよろしくお願いします。はい、新先生どうもありがとうございました。とっても素敵な建物なので、この後ぜひクイズ8などを見てみてください。こんなところで大学生活が楽し遊べたらよかったのにと思います。はい、続きましては、今日1日どんなプログラムがあるのかなというのもそれぞれのセッションの皆さんからご紹介をしていただきたいと思います。
はい、時間がすごく限られているので皆さん1人20秒ぐらいかな、20秒でじゃあ行ってみましょう。はい、じゃあもう来たからどんどん行きますよ。小泉さんはどちらですか。はい、8号館ザ・ステージの2時45分からの回、広がるシニアプログラミング、今回ですね最高齢登壇者が登場します。84歳鈴木富士さん、あれ、はい、エルビス・プレスリーと同い年です。お隣77歳ノーさん、はい、ブルース・リーと同い年です、はい、そのぐらい古い感じで、はい、やっていきますん でさっきの、ね、プログラミング講座のやつ、はい、なんでこう宇宙取り上げないんだって感じだったんですが、はい、次にします。はい、16時15分からの、このアカデミア×どこだあれ16時違うわ、あれ今日あれおかしいな、アカデミア過去研究者×シビックテックというセッションがあるんですが、ないな、ないあれあないないあれアプリを見てください、アプリを見てください、ないな、あれこれ今日のですか、あれ今日これ明日のじゃないですか、あ本当だ、おお、もうダメ、嘘嘘そんなのあります。今日の16時15分からその研究者とシビックテックの関わりについて、セッションもありますので、もういいっすね、じゃあ、はい、お願いします。はい、コードフォー横浜石塚です、よろしくお願いします。本日 8-116 13時15分からですね、シミュレーション2030、のワークショップを行います。開発者の和田大太子氏がですねちょっと飛行機が遅れておりまして、代わりに読み上げます。開発から5年、44都道府県に広がり、全国に64のカスタマイズシノリアができた一方で、アメリカの EA 本社から名前を勝手に使うなと言われたシムシリーズのワークショップです、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。金曜深夜5日間を過ごしている下の高い方です。早いもので9月の最終金曜日がやってまいりました。朝まで生テレビのお時間です。4時15分隣のミレニアムハウス、4時15分隣のミレニアムハウスです。ほぼ期待です。はい、こんにちは、どうもこんにちは、この後2時45分から、行政職員はサービスデザインの夢を見るかやります。以上、はい、さよなら。ちょこちょこちょこ、やりづらということで、はい、コードホイコマ佐藤ですが、13時15分からですね、なんと初めてのシビックテックということで、8号館のザステージの方でですね、まあ初めてこれからシビックテックって何なんだみたいな人に向けてですね、優しいパネルディスカッションを行いたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。で、あともう一本私の方からあって、シビックトークですね、16時15分からもう一本あります。はい、でこちらはシビックテックの活動している人たちの間で、まあ、悩みとかいろいろざっくばらんに話し合える場なので、よかったら来てください、よろしくお願いします。こんにちは。1時15分からやる、SDGs と、シビックテックス、皆さん気候変動、千葉もこういう状態ですし、ニューヨークではその問題が大問題になっている。でそのことについてですね、気候変動だけじゃなくて世界が持続不可能になっているということと、シビックテックの力がそこで必要だということを、ワークショップをやりたいと思います。以上です、どうもありがとうございます。あ、こんにちは、いろいろなところに所属している平本です。夏に向けた観光サービスを考えようということで、2020年ですね、来年のオリンピックに向けて、観光サービス作ってこうよということで、今日の13時15分から14時半までですね、8号館の112でやりますので、ぜひご参加ください、よろしくお願いします。はい、皆さん猫好きな人、はい、はい、じゃあ今手挙げた人も挙げなかった人も16時なんとかかな、はい、8号館ぜひ遊びに来てください。チャットボット作ったりゲームしたりします、よろしくお願いします。こんにちは、コードフォー新潟ですね、新潟から来ました金子敦樹と申します。ですね、本日の13時15分から8号館の109号室でですね、地域団体、任意団体との共同のヒントということでセッションやります。ディスカッション形式ですので気軽にご参加ください、お願いします、待ってます。
はい、こんにちは、コードフォージャパン大西です。今日、2時45分から4時まで、シビックテック×海外留学代表国会ということで、僕と西さんとの出会いとかいろいろ留学について話をしていこうと思うので、ぜひ興味のある方よろしくお願いします。ありがとうございます。もう一個あって、今日4時15分からかな、若手起業家が考えるシビックテックというところで、人生100年時代にといえる中でのリカレント教育にもに紐づいたスキルの得方と使い方について、20代を中心とした若手起業家たちがトークセッションで掘り下げていきますということで、起業家の方々がですね、シビックテックの何かについて話していこうと思うので、そこもよろしくお願いします。はい、ラスト1個、海外トラックというのを8号館811でやります。はい、海外が3人の方に来ていただきます。あ、1人目からどうぞ。あ、はい、モヒスさん、さっき話したモヒスさんは空き家問題について話をしてくれます。はい、はい、あとその後2つございまして、2つ目が、私が消防士からプロジェクトマネージャーになった理由ということで、先ほどジオリパブリックジャパンで話されていた渡辺レオさんのお話を聞くのと、3つ目のセッションが韓国のシビックテックシーンということで、今日韓国から、オヒョンさん来ていただいてます。そのオヒョンさんが、韓国におけるシビックテックシーンについて話します。全トラック、このトラックは全て英語で行いますが、よろしければ皆さんご参加いただければと思います。どうもありがとうございます。逐次翻訳とかも言うとこもあるんで、ぜひぜひご参加ください。はい、よろしいですか。よろしいですか。あといいですか。はい、ありがとうございました。他にもいろんなセッションがありますので、ぜひ見てみてください。はい、ちょっと1日目と2日目と逆になっていまして申し訳ありませんでした。じゃあよろしいですかね。最後に皆さんに注意事項をお伝えしたいと思います。ランチ、先ほど、石井先生からもおっしゃっていただきましたけども、 PTX でランチを注文されている方だけしか、その方の分しかございませんので、受け取りはこの裏、食事のカウンターですね、後ろの方で受け取れますので、ぜひお受け取りください。はい、配布の13時半までですので、それまでにお受け取りください。はい、注文されてない方はですね、ちょっとお昼、少し遠いんですけども、イオンとか海浜幕張の駅の方にございますので、そちらをご活用ください。でちなみに飲食エリアが限られています。まずこちら、食事はこのスペースは全部飲食 OK です。ですが、5号館、向こうですね、向こうの5号館は飲食はダメです。でもう一つ、8号館なんですけども、ちょっとややこしいんですけど、オープンスペースになっているところは飲食 OK ですが、なんか部屋、教室になっているところは食べちゃダメです。分かりづらいのですが、ちょっと現地で見てみてください。はい、この後は12時から、ランチセッションを行います。いろいろなところでやります。こちら食事でもありますし、あちら8号館でもございます。でもしこの食事のステージ入れなかった場合は、そちら5号館でリモート中継もしてますので、そちらでご覧いただくこともできます。と本日の最後、クロージング、17時45分からありますけども、クロージングはここではなくてですね、あちらの8号館の方で、行いますので、最後そこまでぜひ皆様お付き合いください。いいですか。あとは言ってないことはないですね。ないですね。はい、ということで、なかなか、オープニングセッション続けてきましたけども、これで、本日のオープニングは終了となります。今日も一日スタックジョーイ。いいですね。じゃあ皆さんお楽しみください。スチバスでした。ありがとう。